国蔵配地図国蔵は古代日本の行政機構において、市政性に基づき地方を治める官職の一種。また、その官職についた人を指す。古墳時代より続く軍事権、裁判権などを持つその地方の豪族、支配者であった。大化の改新以降は主に祭祀を司る、世襲制の名誉職となった。律令制下では、豪族は軍事層についたが、一族は、 武力の保有や馬の飼育を続けた。君の宮津子とは、おやつ、または宮津子の意味とされる。大和朝廷の行政区分の一つである国の長を意味し、この国は両政国整備前の行政区分であるため、その範囲ははっきりしない。地域の豪族が支配した領域が国として扱われたと考えられる。有力な豪族が朝廷によって派遣。 または朝廷に基準して国蔵に任命され、その多くが、陰陽町に神、新、連、君、自家などの姓が送られた。朝廷直轄領のあがた主と異なり、軍事権裁判権など広い範囲で自治権を認められた。国蔵の最初の設置は、神武友の記事に見え、大和朝廷が勢力を拡大し始めた鈴人町に4、道将軍の遠征ルートに沿って、 本格的な設置が開始された。その後も、慶光町の慶光天皇による、西国遠征と大和とける命の東国遠征に、合わせて各地に主張が配置され、時代の政務朝に一気に、国の宮津湖の設置がなされた。これら国造の設置の詳細は、国造本位に見えるほか、危機にも、政務天皇による国県制定の記事が見える。その後も遅れて、王神町に設置されたり、 人徳町に分割され再配置されたりした国の宮津湖もある。国蔵が大王から与えられた姓は、紀内及び周辺諸国の直気国蔵木ビや出雲の尾みせ国蔵山陽道の一部と南海道の盆字ジカ国蔵東海、東山の名城の友の宮津湖製国蔵東の家の西の畜氏豊か、声のの君製国蔵など様々であり、 一律に行われた編成ではないことがわかる。国造は、それぞれの国の宮津子の素心たる神儀の採取を、司どり、武民や三宅の管理なども行った。国造族の史上トネリアうぬめとして朝廷に出資させており、帰国像や噛みつけの国像などのように外交に従事、したりもした。また、畜紫の国の宮津子のように、北九州を勢力下に入れ、朝廷に反抗するものや、 統計国造のように解体された国の宮津子も存在する。国造のもとに県があり、かなり整備された国県政があったとする見解もある。しかし、律令制以前の地方支配の実態は、国造制の実態や、中小豪族との関係など不明な点が多い。古墳時代を通して、長らく存続した国の宮津子であったが、6世紀の末期から7世紀中期にかけて、 各地の国の宮や子が氷の神へと変更されていき、後に軍領へとなっていった。旧正規成立とされる国造本義には、全国135の国の宮や子の設置時期と任命された者らの記録がある。大化の改新以降、国造が治めた国は整理、統合、あるいは分割され、両政国に置き換えられたが、律令体制下においても国造は存続した。 これを立令国像という、主に妻子を司る世襲制の名誉職になり、かつての国の宮津子の公営にあたる軍事が兼任した。また国造には国造殿などが支給された。その後、8世紀後半以降には国造はなくなっていった。現代の学会では、私政成果の国の宮津子と立令国造を区別するため、例えば前者なら、 カズサ国像というところを校舎では、カズサ国国像と書き分けることが行われる。文久元年の栗田博史著作の国像本議校に国像本議の来歴や議者の指摘、国像のおのの詳細な解説がなされ、国像本議は資料たり得る書物ではなく、普及もしなかったと指摘がある。国像が存在したのは、律令制以前であるが、 便宜上9世紀以降の両政国の領域で分類。以下の国の宮津湖は、諏訪資料28巻中の、諏訪下社大法利多径宿径図略と神社の伝承によるものの、いずれも信憑性が低く、その他資料での多剣がないことから実際には存在しなかったと見られる国の宮津湖である。仏家として、系譜を伝えた、国造家、社家として、系譜を伝えた、国造家。 ありがとうございます。